皆さんこんにちは。人生のためのゴーストリコンブレイクポイントの動画をご覧いただきありがとうございます。ゴーストリコンブレイクポイント、このゲームは自分が特殊部隊の一員となって太平洋諸島の孤島を駆け巡るサバイバルゲームとなっております。 UBI ソフトから発売されたゴーストリコンブレイクポイント、私先日購入いたしまして、自分の人生のためにこのゲームをトライしている最中でございます。今回は私がゲームプレイしている中で特に印象に残った動画だけを集めて、面白そうだなと思ってもらうような動画だけを集めて編集いたしました。よかったら参考にしていただければ幸いでございます。ではどうぞ。今映ったこれ自前のヘリ買ったんやぜ。これ買った2万何本ぐらいって。泥あれドローン出れんのこれ。ヘリの中はドローンは出れない。天井にぶつかったままで頭打ち？あかんのか。使えたらおもろかったよな。まあ、車内べ。うーら、天がいて。これ、あ、銃弾の雨あられってな。いや、まさか、ねえ、着地しとるヘリからあんな、グレネードが来ると思わんでしょ。はい。え、待て待て待て。どこにおったん、偵察く。あかんあかん。あ、ドローンか。ドローンが。意外とこのアサルトライフルぐらいでドローン壊れるんよね。まあ、これ偵察用のドローンで向こうから攻撃してこんのでありがたいんやけど。まあ怖いっすよ。だからスナイパーやったら多分2、3発ぐらい。1発かな。1発、強いスナイパーやったら1発ぐらいで倒せたような気がします。追ってこんね。さあ、銃装備しました。車でドライブと行きましょうか。ちょっと警戒態勢になってるのがちょっと怖いけどね。ちょっとくねくね道やな。岩山を無理で降りていくで、まあ車やけ大丈夫。おわっちゃい、やっちゃい、おーらっちゃい。来た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 。あ、ちょっと待て。ヘッポコミーの銃弾射撃め、俺の車当たるって思うんじゃねえ。ちょっこにゃら、おったちょっこい。あれ上がらんのあれ。てっきり四駆やと思うから上がるんかなと思ったんやけど、やばいか。え、見つかってる見つかってる。おらったかうい、さっと。え、これ、え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 、後ろ、後ろ、え、え、背後から来てました。全く気がつかんかった。教訓としよう。はい、隠密中でございますと。民間人が囚われてるのか。で、グレネード、これ、特殊技能のね、グレネードなんですけど、ちょっと使ったことないんで使ってみようと思います。民間人を助けるぜ。で G で起動か。でこの赤いのが範囲やろ。ちょっと使ったことないんで分かるんですけど、多分軍人にしか効かんのやないん。よし。おい、え、民間人死亡。え、いや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 、マジマジマジでマジっすか。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあそんな、そんな、あの、想定外っすよ。想定外ですよ。そんな、僕そんな意思なんかこれっぽっちもないのに。次、しかも次に民間人死なせると、いや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 、これは干渉。いやー、これあれっすか、これやばいっすよね。こうやん、武器の本当の使い方を知らずにやるとこうなるんすよ。ああ、青春、青春真っただ中のこの、落ちぶれた、特殊部隊、ごめんなさい。ちょっと今回は決めようぜ。今回は決めなあかんぜ。さっきの教訓にしとるからな。こんなもん、こんなもんか。グレネードだ！大変、大変！敵の死人、
ほっとってもええん。ほっとってもええんか。持続型のグレネードやけん、ほっとってもええんやな。ガスを撒き散らして、大丈夫大丈夫、なんか音聞こえるけど、ん？おお、オーディア、鹿さんがおる。どうやって入ったんこれ。まあ、あの可愛らしいバグっすよね。こう、おお、うととと。いや、私こういうバグは好きなんですよ。こう心和ませるバグっていうのはね、どんどん見てみたいもんだなと思います。ゲーム進行上の重要なバグは困るんですけど、こういうのはね、いいっすね。時間経ったんやけど、まだおる。いや無理やろ。いや出れんな。助けてあげたいだけど、グレネード爆発するもいかんしな。これちょ、運転したことないんやけど、やるか。初フライトが夜間飛行っていうのはね。エンジンがシフトで、WASD で移動か。おちょっとちょっと、こいっと、カーブ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 、よし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 、いいで、多分上がるのは下やろ、 S やろ。よし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 、あんまり助走いらん、いらずに飛べたけど、こっちか、はい、いや、はっと、正直私、あのゲームで、あの飛行機運転する、あのパイロットウィングス依頼しないんですよ。まあ、ツインビーとかしたことあるけど、飛行機で運転するのはパイロットウィングス依頼ですよ。あれですね。で、これ飛び立ったはいいんだけど、着陸するとこう、これちゃんと、ね、助走が取れるというか、距離がないとこじゃないとね、距離があるとこないといかんやろ。ちょっと探しよんですけど、どこがええんやろ。あまり木が生えてなくて、こう、平地のとこがいいんやけど、平地やと、あまり平地やと敵の車とか車両がいるので、道路から外れたところがええやろな。ここの緑のところは、これ空き地？まあ、一回行ったことあるんやけど、まあ、いいか。まあ、行ってみるか。あのビークをめがけていきます。ライトつけたらね、視認される可能性があるんでやめときましょう。こういった感じの飛行機、なんか紙のね、飛行機であったよね、あのよく飛ぶやつ。うまく作ればよく飛ぶやつ。あーっと、これ森林地帯とか林か。これ羽が木に当たったらあかんやろ。だい、いけるか。ちょっと待ってよ。ん、いく。おちょーちょっと、これちょっと高い。あ、俺死んでない。よかったよかった。墜落死じゃないな。大丈夫大丈夫。あ、おっとっとっと、死にされそう、死にされそう。あ、じゃあ、いや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 、おおい、ちょっと、ひな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 、いや、やばいな。すぐ爆発すると思わんかった。でもギリギリなんとか体力だけ残ってたので、ちょっと急いで、包帯包帯包帯、よし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 、結構リアルっすよね。木一本当たっただけで墜落するっていうのはね、本当にいいゲームやと思います。
体力回復できました。これね、自前の飛行機なんですよ。自前の飛行機です。2万クレジットぐらいやったかな。マリアさんの店で買えますので、皆さんもよかったらどうぞ。本当これね、ミサイルとかがついてないんですよね。だから運転しながら攻撃できないので、もうちょっとね、お金貯まったら、別のミサイルとか重火器が使えるヘリコプターにしようかなと思います。で、今ビーコンつけたところが敵のね、そのミサイルが撃てるヘリコプターがあるところでございますので、このヘリコプターと特回引っかえしようかなと思うんだけど、ちょっと標高がね、どれぐらいまで高さ行くんかちょっと知っときたいなっていう気持ちがあります。どうしようかな。とりあえず、こう、標高どれぐらいまでね、だいたい僕4、500メートルぐらいで飛んでるんですけど、どれぐらいの高度までヘリコプター上がれるのか、ちょっと試してみたいなっていう気持ちがありますね。で、技能で、パラシュート技能を私取得しているので、大空からフリーフォール観光してみたいなと思っております。はい。で、今私ね、上昇しております。で、手前のね、テントみたいなマークが、ビバーグっていうところで休憩所ですね。避難所と訳されますが、あそこで休憩を取ることができます。ですので、最高高度までヘリを上昇した後、フリーフォールで、画面のね、中央下に見えるビバーグ地点までフリーフォール観光して、ドンピシャで、できたらドンピシャで、落下傘したいなと思っております。さて、どこまで上がるのかなと。外の景色見ながらね、綺麗でしょ。アウロワやったかな、アウロワ諸島っていう太平洋の島がメインでして、この島がですね、なんと軍事会社に軍事会社に乗っ取られておるわけでございますよ。で、私がね、その特殊部隊の一員となってこの民間人を解放したり異例のイベントを挑戦しているというわけでございましたが、止まったかな ?2195? どんぐらい ?2000… もうちょいいくか、2200いくか、2212メーターか。これ日本アルプスの最、3000メーターまではいかんね。よし、さあフリーフォール観光いたしました。でね、あのヘリどうなると思います？そうそう、勝手に爆発するんですよ。でね、まあビバーグで買ってるので、マリアさんの店で買ってるので、またあれね、あの無料でね、もらうことができますので、1回買ったらね、何回でも使えますので、まあ、真剣に特殊部隊員で遊ぶんやったらこういうことはしませんけど、友達がおったらね、1人がヘリコプター操縦して、もう1人がフリーフォールで観光っていう遊び方もできますので、綺麗ですね。太陽を背に、夕日を背にフリーフォール観光します。特殊部隊でね、フリーフォールうまいのは、山岳地帯の特殊部隊員ですね。例えばスイスの特殊部隊員はフリーフォール技術が、世界一と言われております。こんな感じで、ね、パラシュート開きました。皆さん、スイスって衛星中立国って、ね、皆さんご存知ですけど、あれ軍隊持ってるんで知ってました？スイスって軍隊あるんですよ。で、軍隊をどうするのかっていうと、実はね、隣国諸国にね、スイスの軍隊貸し出してるんですね。貸し出して、そのレンタル料をいただいてるという、まあ、ちょっとね、言うたら、まあ、ビジネス化してるというのがスイスの実態でございまして、まあ、スイスのこの山岳地帯ですからね、このドンピシャでね、本当は誤差何メートルやったかな、ドンピシャでその、指定された地点にフリーフォールできる技術をスイスの特殊部隊員は持っていますので、それに倣ってね、あそこの地点に、できればドンピシャで、
降りたいなと思っていますが、こう山岳のところでこれ足くじくやろ普通に、これ落ちたら、あらーっと木に当たったらこれ穴が開いてダメージ受けるとかやないん。あっちゃった、あいやしょこらせと、うん、こう、なんとか命は無事やったけど、あよかったよかった、なんとかね、なんとか、よし、まあ一仕事終えたところで休もうか。本当これいろんな遊びできますよね。自由度高いゲームだと思いますよ。顔のパーツもうちょっと細マッチョがいいな。女性にモテる男性特殊部隊員になりたい、そんなねこともやっていきたいと思っております。さあ出発だ、さあ出発だ、今日が昇る。人生のためのゲーミング。